ゆらです。11時くらいにね、配信しようとしたんだけど、お風呂でぼーっとしすぎました。いいの。誕生日おめでとうってなんか定期分みたいになってんのかな。あ、待ってるんだ。明日29日誕生日なんだけど、毛利さんの手帳を無くても実況配信するわ。皆さん、フラッシュは買っていただけましたか？私は自分で買おうとしたら家に3冊だったので持ってきた。まだ袋閉じてる。これえ、田舎まだフラッシュ売っとらんだって。でも本命はこっちではないのです。ないので、なんじゃこのポーズ。なんてことしてんねん自分。これは誘惑のあやちゃんなので私ではないです。はい、でも一応宣伝させてください。パントマイムで言うわけ。毛利さん見てね。劇場行ったらたくさんプレゼント置いてあるかな。こうやってやっとこう。多分劇場あると思いますので、エイトの日の前に B 公演多分私な気がしてきたので、もし出るとしたら3日だから、お誕生日プレゼントいっぱい、なんかサンタさんみたいにあること願って、明日のめちゃめちゃ早いレッスンとか頑張ります。てか私今日顔が真っ赤っか。なんで真っ赤っかか分かる？自分のグラビア見たら鼻血出て顔も真っ赤っかになっちゃった。
13日のお話し会楽しみにしてるよ。ありがとう。あ、13日ってあったっけ。あ、あるね。ありますね。でもちょっとみんな期待してますか？プラチナフラッシュの方は期待してる？うん、期待しかしてない。もう予約した。私は予約しなきゃ買えないかな。期待してます。大きい書店なら置いてあるんじゃない。このコンビニ、一応なんかコンビニに行ったんだけど、山梨のコンビニにママと、その時にね、あったーって言って、私がふざけてこのポーズあるでしょ、これこのポーズでこうやってレジ前までこうやって歩いて持ってったの。なんかそしたらママにやめなさいって言われた。ふざけてこうやって指さしてってやってやったら誰も見てませんでした。これでパントマイムしようと思った。バレないです。でも地元は結構バレるんですけど、2日間帰ってたんだけどバレなかった。そのコンビニでバイトしたい。なんか前コンビニに行ったら、あやかちゃんって言われて、レジ売ってる女の子は高校の同級生の女の子だった。そう、あーびっくりって感じだった。明日レッスンめっちゃ早いのからもう寝ます。今日ママに服買ってもらった。ママに服買ってもらったよ。エイトの日のレッスンです。でもすごいコロナが流行っちゃってて、レミタンもなった。どんな服買ったの。明日着ようかな。じゃあお誕生日配信、お誕生日配信はなんかまあ年越しあの また年またぎ配信っていうのして、ファッションショーしようかな明日。23歳のファッションショーどう。22時半とか。ひまたぎ
ひまたぎでした。まあじゃあ、うん、そうだな。てかやばい、めっちゃブスだな私。やだな、難しいな、こんな顔で。毛利さんはそう、自動配信、自動視聴、うん、同時、あ、そうそう、同時視聴しようかなって思ってる。スタッフさんに聞いてみます。ということで、あ、え、やばい、読むね。1位カモちゃん、2位ドクタータケさん、3位ナハハさん、4位ハーマンさん、5位ピータさん、6位ゴーさん、7位プリンさん、8位キャプテンアクアさん、9位8位キャプテン、あれ、1位カモちゃん、2位ドクタータケさん、3位ナハハさん、4位ピータさん、5位アキラさん、6位ゴーさん、7位カッちゃん、8位ハーマンさん、9位エンさん、10位プリンさん、11位キャプテンアクアさん、12位あやちゃん、13位ラブイチゴさんです。ラブイチゴちゃんです。ありがとうございました。明日は23歳最後の日、何の配信するかまた決めてみんなに連絡します。プラチナフラッシュじゃなくてこちらのフラッシュにも結構最後のページにたくさん載ってて、3ページくらい、こちらもぜひ皆さんチェックしてください。そしてあさって29日発売のプラチナのフラッシュに7、8ページ載るって言って、私もまだ見てないんですけど、そちらもぜひ絶対買ってください。ぜひというか、ということで、皆さん、またねー。おやすみー。バイバーイ。明日いっぱい配信します。明日、明後日。バイバーイ。おやすみー。